はいはいはい、なんか作っちゃってます。なんでしょうか、これは。はじめ。それじゃあ寝台の方を改造していきたいと思います。まず布団をめくって、よいしょ、これ低反発のマットレスです。2分割寝台は硬いです。よいしょ、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 はい、ぴったり収まります。完了。あとはマットと布団を戻すだけです。よいしょ、よいしょ、よいしょ、こんな感じで使います。はい、これが今使ってるサブバッテリーです。G&U のディープサイクルバッテリーです。サイズはこちらになります。はい、こっからどん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 といくと、インバーター、インバーターにつながってます。はい、1000ワットの制限波インバーターです。これが今バッテリーのサブバッテリーの状態かな。 13.5V、 多分これで満タンじゃないでしょうか。おーい、でまたサブバッテリーに戻ります。これ充電はこういった線がギューン。
いて、はい、こいつでセルスターの DRC1000 はい、さっきのバッテリー充電器は、はい、ちょっと見えないかな、運転席の後ろ、寝台の下に、こいつ、あ、出てこないな、こいつも隠れてるんです。はい、ここにもインバーター、こいつは 24V から 100V、 マックス 350W の、これもセルスターですね。はい、こいつで充電してるわけなんですが、これは電源はトラックのシガーソケットから取ってます。スイッチオン。充電器の電源が入ります。これでモードを選んで充電します。ですね、普段はこのスノーモードで4アンペア、これで充電してます。7使うとこっちのインバーターがエラーになっちゃいます。試しに7、はい、大丈夫だ、あ、バッテリー満タンだから使えないだ。こんな状態で充電してます。スノーモードは 14.9 ぐらいまで上がるんだっけな。最初これで充電して、仕上げはブースト。ブーストモードにしますとどんどん電圧上がってきます。16ちょっとぐらいまでに電圧かけれます。なのでディープサイクルバッテリーも満タン近くまで充電できます。満タンまでなるのか、満タンが何ボルトなのかちょっとよくわからないが、誰か教えてください。お、430終了の時間です。感じでした。休憩終了したんで終わりたいと思います。